9月24日のリビングライフです。皆様いかがお過ごしでしょうか。大和カルバリチャペルの倉地圭です。今日も皆様と共に神様の御言葉を味わってまいりたいと思います。今日はこんなユーモアから始めましょう。あるお父さんが8歳の息子を車に乗せて学校に送っていく途中でありますが、赤信号で間違った違法な U ターンをしてしまいました。お父さんがいかん違法な U ターンをしてしまったと言うと、後ろの席に座っている子供が言いました。お父さん大丈夫だよ、後ろのパトカーも同じように U ターンしたから。という、お分かりいただけましたか。息子よ、それが一番いかんのだという話であります。私たちの人生にもターニングポイントがあります。神様のもとに U ターンし軌道修正するのがこの御言葉を黙想する時間であります。私たちの父なる神様は私たちを取り締まって罰則を与えるためではなく、私たちを愛を持って受け止めてくださるために今日も追いかけてきてくださいます。今日はエゼキエル書10章1節から22節を通して、主の栄光が離れたのは私たちの罪のためです、とそんなお話をさせていただきます。エゼキエル書10章1節から22節。私が見ていると、ケルビムの頭の上の大空にサファイアのような何か王座に似たものがあって、それがケルビムの上に現れた。主は天布の衣を着た者に命じて言われた。ケルブの下にある車輪の間に入り、ケルビムの間の炭火をあなたの両手に満たし、それを町の上に撒き散らせ。すると、この人は私の目の前でそこに入っていった。その人が入っていった時、ケルビムは神殿の右側に立っていて、雲がその内庭を満たしていた。主の栄光がケルブの上から昇り、神殿の敷居に向かうと、神殿は雲で満たされ、また庭は主の栄光の輝きで満たされた。その時、ケルビムの翼の音が、全能の神の語る声のように、外庭にまで聞こえた。主が天布の衣を着た者に命じて、車輪の間、すなわちケルビムの間から火を取れと仰せられたとき、この人は入っていって、一つの輪のそばに立った。すると、一つのケルブはケルビムの間から、ケルビムの間にある火の方に手を伸ばして、その火を取り、天布の衣を着た者の両手にそれを持った。この人はそれを受け取ると出て行った。さらに、ケルビムの翼の下から人の手の形のものが現れた。私が見ると、ケルビムのそばに四つの輪があり、一つの輪は一つのケルブのそばに、他の輪は他のケルブのそばにそれぞれあった。その輪は緑柱石の輝きのように見えた。それらの形は四つともよく似ていて、ちょうど一つの輪が他の輪の中にあるようであった。それらが行くとき、それらは四方に向かって行き、行くときにはそれらは向きを変えなかった。なぜなら頭の向かうところに他の輪も従い、それらが行くときには向きを変えなかったからである。それらの体全体と、その背、その手、その翼、さらには、すなわちその四つの輪には、その周りに目がいっぱいついていた。私はそれらの輪が車輪と呼ばれているのを聞いた。そのおのおのには四つの顔があり、第一の顔はケルブの顔、
第二の顔は人間の顔、第三の顔は獅子の顔、第四の顔はワシの顔であった。その時、ケルビムが飛び立ったが、それは私がかつてケバル川のほとりで見た生き物であった。ケルビムが行くと、輪もそのそばを行き、ケルビムが翼を広げて地上から昇るとき、輪もそのそばを離れず向きを変えなかった。ケルビムが立ち止まると輪も立ち止まり、ケルビムが昇ると輪も一緒に昇った。それは生き物の霊が輪の中にあったからである。主の栄光が神殿の敷居から出て行って、ケルビムの上にとどまった。するとケルビムが翼を広げて私の前で地上から登っていった。彼らが出て行くと輪もそのそばについていった。彼らが主の宮の東の門の入り口で立ち止まると、イスラエルの神の栄光がその上を覆った。彼らはかつて私がケバル川のほとりでイスラエルの神の下に見た生き物であった。私は彼らがケルビムであることを知った。彼らはおのおの四つずつ顔を持ち、おのおの四つの翼を持っていた。その翼の下には人間の手のようなものがあった。彼らの顔形は私がかつてケバル川のほとりで、その容貌と印を見た通りの顔であった。彼らは皆前の方へまっすぐ進んでいった。今日の聖書箇所にはケルビムとかケルブという言葉が何度も出てきます。ケルブというのは主の御使い、天使のことでありまして、その複数形がケルビムであります。創世記の3章でアダムとエバが罪を犯した後、エデンの園から追放される、これを失楽園というわけですが、その時にこんな御言葉が出てまいります。創世記の3章24節。こうして神は人を追放して命の木への道を守るために、エデンの園の東にケルビムと輪を描いて回る炎の剣を置かれたとあります。罪を犯したアダムとエバは裸であることが分かって、それを隠そうとしたということでありますが、裸という言葉は神様の栄光を失った裸という意味であります。モーセの時代になりまして、神の契約の箱が黄金によって作られたわけでありますが、最も神聖な至聖所に置かれた契約のこの箱の上にもケルビム、天使が向かい合って置かれたとあります。神様はその間から栄光を表され、その声を聞かせてくださった。主の清さと栄光は常に共にあるという、それを守っているのがケルビムという主の使いの存在であります。エゼキエル書10章の2節には、ケルブの下にある車輪の間に入り、ケルビムの間の炭火をあなたの両手に満たし、それを町の上に撒き散らせと、そうありますが、預言者イザヤが選び出された時も同じ、炭火が彼の口につくつけられて、その罪が贖われたとイザヤ書6章にありますが、裁きのための炭火が町中に撒き散らされた、それは民の罪を清めるため、聖霊様の炎と理解することができます。創世記の回る炎の剣も同じことを指していると言えるでしょう。今日の御言葉は22節まで少し長いんでありますけれど、注目したいのは18節です。10章の18節、主の栄光が神殿の敷居から出ていってケルビブの上にとどまったという。さあ、主の栄光とは幕屋の奥、神殿の至聖所にあるべきものが出て行ってしまったという。エゼキエル書8章9章に記されているように、
神殿の中にまで偶像礼拝がなされて、民の罪が満ちたために主の栄光が去っていくという、これ以上ない悲しい光景をエゼキエルは見ました。神殿の敷居というのは入り口と訳せますが、もともとは踏まれるもの、敷居ですから、踏まれる、つまりボーダーラインを表します。神殿の幕屋には祭司しか入ることができなかった、それはボーダーラインであります。犯罪で清められた存在だけが主の栄光のもとに行くことができます。そうでないと死んでしまう、それが神様の清さでした。そのボーダーライン、敷居を超えて主の栄光が炭火を持って出ていったというのが今日の御言葉です。つまり今日のメッセージは2つあります。一つは、私たちの罪のゆえに神様が神殿を離れ去ってしまう、私たちは聖霊の宮であるとありますが、罪を犯さないようにという警告が一つ。でももう一つは、罪のゆえにエデンの園から追放された人々のために主の栄光が炭火を持って追いかけてきているというふうに受け止めることができます。ヘブル人への手紙の1章3節にはこうあります。御子イエス様は神の栄光の輝き、神の本質の完全な現れであり、その力ある御言葉によって万物を保っておられます。また罪の清めを成し遂げて優れて高いところの大能者の右の座に着かれましたと、そうあります。イエス様というのは神様の栄光の輝きです。神様の本質の真の完全な現れである、主の栄光であるイエス様が神であるのに人となられ、私たちの間に宿る。ヨハネはそれを見て、私たちは栄光を見たと、そう語りました。ヘブルの1章3節によれば、イエス様は十字架で罪の清めを成し遂げてくださった、完了した、テテレスタイと叫んでくださって、私たちを神様の御座に連れ戻すために御座に戻られたという、このお方は敷居をまたいでこの地上に来てくださって、救いを完成してくださいました。神殿の入り口、敷居をユダヤ人たちは道と呼ぶと聞いたことがあります。つまりイエス様という道、十字架で踏みつけられてくださった唯一の道を通して、私たちは父なる神様の栄光の懐に戻ることができるのです。大和カルバリチャペルの主任牧師大川嗣道先生がこう語ります。人生の中で最悪の出来事と思えることの背後にも神様の深いご摂理がありますと。人間の罪ほど最悪のものはないでしょう。罪のゆえに神様から切り離され栄光が去ってしまった、でもその背後に深い神様のご摂理があって、御子主イエス様、栄光の主が私たちを救うためにこの地上に来てくださった。ですから私は今日、感動と興奮を持ってお伝えすることができます。私たちの神様は決して私たちを見捨てられない、その主権を持って私たちをもう一度御そばに引き寄せてくださる。今あなたがどんな状況に置かれていたとしても、どんな最悪と思える中にいたとしても、罪の真ん中にいたとしても、神様の栄光は敷居を越えて炭火を持って私たちのところにやってきてくださる。どうやったら主の栄光を見ることができるでしょう。ヨハネによる福音書の11章40節でイエス様がこうおっしゃられました。もし信じるなら神の栄光を見るであろうとあなたに言ったではないか。もし信じるなら、今日私たちは主に信頼し、主を信じることを通してもう一度
敷居の内側、神様の御臨在の中に入れていただきたいと、そう願います。私は高校3年生の夏に献身をし、神様にお従いする経験をしました。それから何ヶ月か本当に主を主体求めて祈る中で、1993年の1月1日に聖霊様の素晴らしい満たしを体験することができました。幼い頃に洗礼を受けておりましたが、その時に体験した恵みというのは本当に格別であります。敷居をまたいだというような経験ということもできると思います。人生のターニングポイントでありました。ラザロが墓の中から出てきたように、主の栄光は私たちの人生を新しくすることができます。栄光から栄光へと主と同じ姿に変えられる、第2コリントの3章の18節にそうありますが、それは霊なる主の働きであると書かれている通りです。この番組をご覧くださっているお一人お一人に、聖霊様の恵みが満ち溢れますように、心からお祈りします。愛するイエス様、私たちのために敷居をまたいでこの地上に来てくださったことを心から感謝します。罪を清め、もう一度あなたの栄光で私たちを覆ってください。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。